始まりました、メダカ元気チャンネル。この番組はご家庭で飼育しているメダカの健康や綺麗さを保つために何をしなくてはならないのかということを分かりやすく説明し、さらにはプロ直伝のハイレベルな飼育方法を、改良メダカと園芸の専門店花小屋さんを営んでもうすぐ20年、日本メダカ協同組合理事長の戸松さんからお聞きしようという番組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回のテーマは室内水槽飼育のおすすめポイントと注意点です。室内飼育の場合ですね、いくつかやはりこう用意していただきたいもの、水槽と、まあ、このフィルター、この、まあ、できれば栄養系のソイル、はい、こういったものを使っていただくとより飼いやすくなると思います。今回あのメダカ入れていただいている水槽なんですけれども、はい、サイズはあの20センチでかなりコンパクトなメダカ用の水槽セットになっておりまして、こういった試供品も入ってます。でこれあのもう買ってすぐにまあメダカ飼育が始められるようにっていうことで入れさせていただいてるんですけれども、こちらがあの水をきれいにするバクテリア、そしてあの真ん中がカルキ抜きになってます。この2つで水作りをしていただくっていう感じになっております。で最後あの餌ですね、はい、はい、こちらあの繁殖成長用プロバイオフードっていうことで、初めて飼われる方って、まあ、何をしていいかわからないっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、ちょっと目安と言いますか、まずはこれで試していただければなと思っております。セット内容の中で産卵床がこのまま1個セットされております。東洋坊さんと、まあ、ちょっと共同開発して作った商品になってまして、ちょうど卵がつく繊維部分に、まあ、抗菌繊維が練り込まれてます、うん、ですのであの無精卵からこうカビが発生したりとか、はい、っていう時に、まあ、あの他の有精卵に広がってしまわないようにちょっと抗菌作用を持たせたものになってます。であのコーナーバーフィルターを入れていただいてるんですけども、はい、こちらが入ってまして、あの流量が調節できるので、やっぱりあのメダカっていうと、ね、水の流れに弱いイメージがあると思うんですけども。そうなんですよね。私もねちょっと設置させていただく時に、はい、最初電源入れたらあれ強いかなと思ったらその調節があったので、はい、もう今この水流っていうのはもうメダカに本当にちょうどいい水流になってると思います。よかったです。あとは室内飼育ですと、はい、やはりその日照不足を補うためのライトっていうのが必要になってくると思うんですけれども、うん、はい、こういう室内でも使えるような LED ライトみたいなものも販売してまして、はい、こちらのよりパワーを追求した商品になっております、はい、であの3色の LED で青と白と赤がつくんですけれども、はい、明るさの目安としてこのね、はい、1万 K と書いてあるこのケルビンという数値を非常に大事に選んでまして、はい、やっぱり明るさ強ければ強いほどメダカにもいいのかなと思います、はい、これはねサイズも大きいので、例えばこれ1台で水槽3台分ぐらいが賄えちゃうのかなと思うので、はい、実はちょうどこれを3つ並べるといいサイズに、はい、なってるんですよ。さすがこれライトをつけるときに、はい、多分ずっとつけっぱなしとかも良くないと思うんですけれども、ね、はい、何かこう、まあ、時間ですとかそういったポイントとかってありますか？そうですね、メダカにとって明るいっていうことがまず一番大事な要素になるんですけれども、はい、まあ、24時間例えばつけっぱなしにしてしまうと、はい、メダカも休む時がなくなってしまいますので、まあ、大体ですね12時間から14時間を目安にライトをつけて、はい、で、まあ、夜は夜で暗くして休ませてあげていただきたいと思います。はい、今あのこちらソイル入れていただいてるんですけれども、はい、やっぱり大事ですかね。栄養系ソイルであると、はい、まあ、ソイル自体柔らかいので、実はメダカってこのソイルをちょっとつまんで食べたりもしますし、はい、微生物みたいなものも湧いてくるので、まあ、それもメダカの餌になるのかなと思って使わせていただいてます。あ、はい、あ、室内メダカにちょうどいいソイルっていうのも発売してまして、はい、まあ、こちらの普通のソイルプラスあのフミン酸っていう成分を配合してます、うん、フミン酸というと、はい、フミン酸はですね、まあ、あの植物とかがあの土壌の中で微生物によって分解されて、まあ、作られるものになるんですけれども、外で飼われてると外からいろんな、まあ、成分が入ってきますので、まあ、それでメダカがちゃんと健康に育ったりするんですけども、はい、室内だとまあこういった蓋をしてしまったりすると外から入ってくるものが少ないっていうことで、もう土から入れてしまおうっていうことで、ど、まあ、どちらかというとあの田んぼの土とか、まあそういったものに入ってるようなイメージのものになります。で、まあ、実は僕もですね今、はい、
このソイルを使わせていただいてるんですけれども、はい、ありがとうございます。なぜこれを使ったのかって言ったら、まあ、黒いソイルを敷くことによってメダカの保護色っていうものを刺激しますので、よりメダカが綺麗に見える、はい、で、まあ、今この子たちはラメのメダカが入ってるんですけれども、はい、ラメの色も引き立ちますし体色も綺麗になりますので、はい、このソイルっていうのはメダカのためにあるようなソイルであるのではないかと。はい、ありがとうございます。あとは、まあ、水温、はい、ね、ヒーターを使うと思うんですけれども、はい、ちょうどあのメダカ用のヒーターも出してまして、はい、こちらの23度固定型でずっと23度一定の温度にしてくれるヒーターになってます。はい、これ23度ですと、ね、産卵するにも十分な水温だと思いますし、はい、メダカの病気も、ね、出づらい水温だと思いますし、はい、まあ、しかもこれオートなのでね、もうほんと設置して変に大きくなくて、そうですね、景観も損なわないと思いますし、はいはい、はい、こちらの縦にも横にも設置できるヒーターになってますので、いろんな容器で買われる方がいらっしゃると思いますの で、ね、で安全設計もしっかりしておりますので、はい、初めて室内飼育、初めて水槽飼育される方もこれさえあれば、そうですね、安心してメダカ飼育スタートできると思います、はい、室内でもあのメダカの卵を取るっていうことはできますか？もうあの十分可能ですね、まあ、先ほどのライト、はい、はい、ヒーター、まあ、ソイルフィルターも完璧な状態ですので、はい、もう本当にすぐにでも産卵が始まると思います。まあ、その時に、まあ、必要なものとかってあったりしますか？そうですね、やっぱりメダカが、ね、どこに卵を産むのか、どこに卵を産ませるのかという意味で、はい、やっぱ産卵床っていうものを使っていただくのが一番いいと思います。はい、まあ、こうセットさせていただいているのを使って、はい、そうですね、ここに、ね、ついてるのでちょうど、はい、はい、もうこれをこのまま入れていただければもうメダカはここにすぐ産卵してくれると思います。取れた卵っていうのはどうやったらいいですか？メダカの卵有精卵になってから、はい、まあ、積算温度250度で孵化が始まります、はい、なので今日産みました、はい、で今日移動する必要はなくて、はい、まあ、1週間から10日ぐらい、まあ、そこに産卵床にずっと産んでてもらって、はい、でそのぐらい経ったらこの産卵床だけをまた別の水槽に移動していただきたいと思います。でまあ、先ほどのオートヒーターを使っていただいて、はい、まあ、23度のオートヒーターですと、まあ、およそ2週間程度で、はい、メダカの赤ちゃんが生まれてくると思います。あと餌とかってどうですかね？やはり産卵にはメスのメダカかなり体力を使いますので、はい、とにかくハイカロリーな餌、タンパク質がいっぱいの餌を与えていただいて、はい、まあ、産卵数が減らないように管理していただきたいと思います。繁殖成長用プロバイオフードっていうものがございまして、こちらのメダカのちょっと繁殖と成長のためにですね、産卵サポート成分を配合した商品になってます。水汚れを防ぐためにあの3つの善玉菌も入れてまして、水質の悪化もちょっと防いで、で、まあ、産卵も繁殖も促進できるような餌になってます。でこの繁殖のサポート成分っていうのがですね、ビタミン E 亜鉛カリウムっていうのを入れてるんですけども、はい、妊活にヒントを得まして。なるほど、はい、まあ、そこは多分人もメダカも同じような仕組みになっているということで作った商品になります。これを食べさせれば産卵も多くなるし、はい、水も汚れないし、はい、全てを兼ね備えているわけですよありがとうございます。ぜひこれも使っていただければと、うん、試させていただきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。トマツさん、稚魚が生まれたら、まあ、そこから餌を与え始めると思うんですけれども、はい、どういった感じで与えるのがいいですか？孵化した直後、3日間ぐらいのメダカの稚魚はですね、ヨークサックを持ってますので、はい、餌を与えてもまだ食べないんですね。ただまあ4日目以降ですね、できれば細かいパウダー状の餌を与えていただきたいと思います。はい、だんだんこう稚魚が大きくなってきた時に気をつけなきゃいけないことってありますか？メダカの兄弟たちも、早く大きくなる子とゆっくり大きくなる子がいます、はい、で早く大きくなった子、まあ、メダカは雑食性ですので口に入るものは何でもちょっと食べてしまったりするので、はい、その時はまあ大きくなったメダカからちょっと別の水槽に入れていただきたいと思います、はい、でその時にちょっと注意していただきたいのが、大きくなったメダカを選別して、大きくなったんで親のメダカ水槽に入れてしまう方って結構いらっしゃるんですけれども、はい、結構いらっしゃると思います。そこでですね、親子で、まあ、
掛け合わせてしまいますと、はい、血が濃くなりすぎてしまいまして次の世代、次の世代っていう類代ができなくなってしまうことがありますので、はい、大きくなったとしても大きくなった子は大きくなった子だけの水槽っていうのを立ち上げていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。メダカ元気チャンネル、この番組を最後まで見てくださった全国のメダカユーザーさんの中で楽しかった、ためになったと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひ番組登録をお願いいたします。いいねもお願いいたします。それではトモスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。